はい、このですね、まあ、これはもうなくなってしまったんですけど、コマツアーティキュレートダンプトラックというので、まあ、そちらがこれになります。ちょっとアコがね、こう傷んできちゃってるのがあるんですけども、まあこれはですね、要するにその、まあ、ダンプはダンプなんだけど、まあ、これが特徴でこういう風に曲がったりするんですね。でこれトミカとしても長いこと10年以上じゃないかな、長いこと販売されてたんですけど、まあ、とうとう家変わってしまいまして、でこれがどういうところで活躍するかって言ったら、こうやって曲がりくねるところを見ると、まあ、ダムの工事現場とか、まあ、そういう特殊な工事現場で働くやつなんですね。だからまあそういうところで、あるいは鉱山の発掘とかね、まあ今、まあ、鉱山って言っても今日本は資源の限りがあるから、うん、そんなには取れないと思いますけど、まあそういう一部のところで、まあこういうふうにくね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 曲がりやすいように作っていて、こうまあ何て言うんですかね、まあ、より運びやすくしているっていうところですね。でまあ日本ではこういうふうに、まあ、曲がる角度がこんなふうに急激的に曲がったりするから、まあ日本では日本ではじゃない、道路では走れないと思います。道路では確かこれ走れないんですよね。ただまあそういう工事現場とかだったらまあ走れるという特殊なまあ車になっております。でこれダンプカーですから、まあ砂利とか砂とかを運んで、まあまあ他のところに持ってって、まあ何て言うんですかね、処分するというか再利用するのもあるだろうし、いろんなやり方があると思うんですけど、まあそういうところに運ぶというやつですね。まあなかなかこれもいいですね。これ新車として発売された時はね、どこのおもちゃ行っても見かけたんですけども、もう最近はめっきり見かけなくなりましたね。つい最近までは見てたんだけどね、つい 2,3 年ぐらい前だったかな、まあ見れたんだけど、途端に製造中止になってしまうと見られなくなるというね、こういうことがトミカの場合ありますから、まあ今のうちに、まあ、お買い求めになって、ご購入された方がいいんじゃないかなっていうね、感じがいたします。というわけで、どうもありがとうございました。あ、今のうちじゃないな、今はまだ絶版されてるので、まあもし見つけるようなリサイクルショップとかでも行けば、まあまあ、まあまあ見つけられるかもしれないので、まあその時はね、運よく見つけましたら、まあご購入してくださってみてはよろしいんじゃないですかっていう感じですね。というわけでどうもありがとうございました。